俳優の佐藤健、34、長澤まさみ、36、森七菜、22、が7日、都内で行われた映画、4月になれば彼女は、22日公開の完成披露試写会に参加した。映画プロデューサーで、小説家としても数々の話題作を生み出してきた、川村元気の恋愛小説を映画化。婚約者との結婚を控えた精神科医の主人公藤代俊也を佐藤健、結婚を直前に控えて謎の失踪を遂げる藤代の婚約者坂本弥生役を長澤まさみ、藤代が10年前に交際していた初恋の女性で世界中を旅しながら藤代に手紙を送る伊予が春役を森七菜が演じる。ウユニ、プラハ、アイスランド、そして日本で撮影を敢行した純愛映画となる。大型海外ロケに参加した森だが、感想については辛かったですとぽつり。楽しかったし、美しかったし、美味しかったとしながらも、モランジットも含めると10カ国を21日で回った。そう、21日で10カ国回っているので、単純計算で2日に1回違う国にいるということになる。それが目まぐるしすぎて、もう辛いとか言ってる暇もないんですけど、コロンビアで1回泣きました。帰りたくてと撮影の裏話をぶっちゃけた。